ジーン・ジュールズ・リンデン・ジャンジュール・ランダンは、ベルギーの植物学者、探検家、演芸家、演芸賞である。ランの専門家で多くの著作がある。ルクセンブルクに生まれた。ルクセンブルクのエル・アッタネ・ロイヤルで学んだ後、ブリュッセル自由大学の理学部で学んだ。1835年に、ベルギー政府が南米の科学調査の参加者を募集した時に志願し、ニコラス・ファンク、 オーギュスト・ギエスブレットと共に、1835年9月にアントワープを出発し、12月末にリオデジャネイロに到着した。1837年3月までブラジルで動植物の採集を行った。この探検の間に、ランダンの生涯にわたるランの研究が始まった。ベルギーに帰国した、わずか6ヶ月後に、ランダンらの3人は再び海外の採集旅行に、 向かい、キューバ、メキシコの動植物を採集した。探検は、ランダンが黄熱病に罹患した1840年まで中米に止まった。野生のランの自然の状態での生育の環境の詳細な観察からヨーロッパでのランの栽培技術に革新をもたらした。それまで必要以上に高い温度の温室で栽培が試みられたことから、ランの骨子率は高かった。 イギリスの植物学者のジョン・リンドリーも採集した植物の生息地の詳細な環境を調べた。短い間、ブリュッセル道植物園の園長を務めた後、ランの栽培に専念し、温度の異なる3つの温室で各種のランを育てた。園芸賞として成功し、一時はブリュッセル、ヘント、パリに支店を持ち、ロンドンやパリ、サンクトペテルブルクの展覧会で賞を受賞し、 多くの乱と、その栽培に関する著書を書いた。ン化の種、ファレノプシスリンデンイローハーやデンドローファラックス、リンデンイベンス、エクスロウウルフなどに、懸命されている。リンデンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジャンジュールランダンを示すのに使われる。ありがとうございます。